こんにちは。チャットキャンプ行ってくるのサギーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり PR するような活動をさせていただいております。で、今日ご紹介するのはですね、2022年秋冬新作のレディースの中から3つ発売前の商品をご紹介していきたいと思います。ジャケットとね、スカートと、あとインナーになる、インナーっていうかセーターですね、セーターの方を3つ紹介していきます。あとそれに合わせる形でワークマンシューズでの発売限定になるんですが、レディースの可愛いシューズもいくつか紹介していきますので、最後まで楽しんで見ていってください。はい、それではまずインナーからご紹介していきます。ダダーン、こちらです。このケーブル編みのセーターめっちゃ可愛くないですか。で、こちら商品名がですね、レディースソロテックス仕様ケーブルプルオーバーということで、価格は税込みの1900円になってます。で、今期ワークマンからはレディースの結構もうセーター系ね、ニットは出てるんですが、これは確かまだ入荷してなかったような気がします。なんといってもね、このケーブルの編み方がなんかいろんな編み方があるんですよね。袖の部分も違うし、真ん中もここ大きく違ったり、編み編みになってたり、本当にすごい可愛らしいので、これはね、いい意味でワークマンっぽくない感じで、めちゃくちゃセーターの中では今回私が一押しのセーターになります。で、ソロテックスという素材を使っているので、これのはね、ウォッシャブルで洗濯機でネットに入れて洗えたりだとか、あとまあ軽いですね。で、まあこれ軽量ですよね。で、あと型崩れがしにくい、あとはイージーケア、あとはサスティナブル、まあ、環境にもね配慮されていて、まあ、毛玉になりにくくお手入れ簡単の洗えるニットっていうのが、まあ、こちらの特徴になってます。これは今回 L サイズ、 S、M、L があるのかな、その中で L サイズをチョイスしてみたので、早速ちょっと着用してみたいと思います。はい、 L サイズ163センチで着用してみました。こんな感じでございます。結構あれかな、 L 大きめかもしれないですね。あ、でも袖は程よくやや長め、脇横もね、全体的に大きめなので、もしかしたら M でも良かったかなって感じもあるけども、まあ私でも割とニットをジャストサイズで着るというよりは、ちょっと大きめにダボっと着たい感じもあるので、これでちょうどいい感じですかね。今ちょっとね、夏物のショートパンツ合わせてちょっと変な感じになっちゃってるんですが、それとね合わせてね、今日のコーデ、下のねスカートとかもありますので合わせていきたいと思います。あ、すごいね、全然ね、ニット特有のチクチク感がないので、すごい着やすい感じかな。で、やっぱ着てみると分かるけど、重くない、すごい軽い、なんだろう、綿素材が入っててるセーターだとやっぱちょっとずしっとする感じとかあるんですけど、これやっぱ軽いですね。軽くて着やすいで、なんとなくだけど、普通のポリエステルとかアクリルだけのセーターだとなんか蒸れる感じとかもありそうですが、これまあソロテックスとかね使用してるので、そういう嫌な蒸れ感とかもなんとなくなさそうな気がしますね。うん、でもなんかやっぱりただの無地のセーターよりも、ケーブルがこういろいろ入ってるだけで、ほんと1枚でこれ着るだけでも可愛い感じとかがすごい助かりましたね。もうね、本当にね、ただの白の無地のセーターとかだと、もうね、なんだろう、このアラフォーになってくるとね、なんか似合わなくなってくるので、こういうね、ほんとケーブルが入ってるっていうのはちょっとね、ありがたいなというふうに思います。はこちら、何種類か出ますので、お好みのカラーを選んでみてください。はい、では続いて2つ目の商品いきましょう。はい、こちらですね、スカートになります。こちら商品名がですね、レディースフアテックライトウォームスカートになります。で、価格がね1900円、セーターと一緒ですね、こちら同じものになります。で、やっぱりこっちもソロテックス、同じ素材を使っております。ソロテックスと、あとですね、実はフアテックっていう、この秋冬の新素材です。ワークマンの秋冬の新素材で、まあ、ふわっと柔らかく暖かい軽量素材というものが使われていて、今回そのフアテックとこのソロテックスのね、ダブルコラボみたいな感じになってるので、機能性にすごく優れているスカートになります。で、まあ、例えば、まあ、保温性があるんですよね。フアテックなんてふんわり中綿が、そんなにね、モコモコに入ってるわけじゃないですか。ふんわり中綿が入っていて、暖かくて軽量、あと撥水もついてます。撥水もついてるということは、防音、汚れがつきにくいね、機能もついてたり、あとストレッチ、あとポケッタブルで、後ろのポケットにファスナーがついてて、ここの中に丸めて
て入れてポケットブルで運ぶこともできます。あと、まあ、アイロン不要のイージーケア、あと UV カット、あと最後ですね、サスティナブルで環境にも優しい製品です。これはロングスカートなんですが、足首まで行く感じではないのかな、ちょっと、まあ、やや短めのロングスカートっていった感じでしょうかね。でウエストは嬉しいゴムですね。もうね、ゴムのスカート大好きで、ここにね、ちょっとアウトドアテイストなベルトもついています。ベルトはこういう感じでカチッと簡単に付け外しができるので、でなんかここにフワテックのタグがあって、裏返してみましょうか。で裏返してみるとこんな感じで手触りのいいメッシュになってますね。メッシュになっていて、なんか中綿はどうなんだろうな、なんとなくふんわりはしてるんですが、ものすごい別に中綿が入っているわけではなく、でもね、多分普通のペラペラのスカートに比べると全然あったかそうな感じもして、まあ秋冬のね、普段着としてはもちろんタイツとか重ねてね、冬キャンプなんかにもいいんじゃないかなと思います。こちらもね、ちょっと L サイズをチョイスしてもらったので実際履いてみたいと思います。はい、というわけで身長163センチでスカートも L サイズを着用してみました。こんな感じですね。ちょっと台形に広がる感じのフレアな感じのシルエットですね。ちょっと上の方までまくってみるとこんな感じ。ウエストの方は割とシュッとしてて、裾に向かってフレアに広がる感じです。非常に暖かいですね。やっぱりね、暖かいから、ふんわりして暖かいから、中に結構厚手のタイツとかを履くとかなり暖かく過ごせるんじゃないかなという感じです。で長さ的には、私のすねの真ん中よりちょい下ぐらいの丈感になります。個人的にはもうちょっと気持ち長い方が、このなんか中途半端に出る感じがなくて良かったかなっていう気もしますね。うん。ただ、まあ、ここにブーツとかロングブーツとか、あと今回ね、ワークマンシューズ限定で購入できるちょっとシューズも軽くご紹介したいと思いますので、後で合わせて、最後にね、履いてみたいと思います。あ、でもこれ本当軽くてあったかいですね。いい、いい。でこちらポケットがファスナー付きで2箇所こっちとこっちについています。結構ファスナー付きだとね、スマホとか入れても落とす心配とかなくて、鍵とか入れても大丈夫そうだから安心ですね。あと後ろにもお尻にここのファスナーの、ポケットがついてます。でここのファスナーに、スカートをね、丸ごともりもりっと入れることでポケットブルにもすることができるということです。あとね、さっき最初着ようと思った時になかなかウエストがこう入らなくて、あれあれと思ってベルト緩めなきゃダメなのかなと思ってベルト緩めてやったんですけど、なんかすごい履きづらくて、あれと思ったら、実はね、サイドにここね、ファスナーがあるんですね。なのでここファスナーをガッと開けて脱ぎ履きは、こう横のファスナー使うことでね、簡単にすることができたので、基本的にベルトの調節は一度決めてしまったら、そこでわざわざなんか脱ぐために開けるとかしなくても、ここもね、一応もちろんパチッと開くんですが、割とウエストがちゃんと密着するような感じで絞ってできてるんで、基本的に脱ぎ着するときはここの、ウエスト横のファスナーでね、開けて脱ぎ履きするとスムーズかなと思います。はい、では3つ目にご紹介するのはこちらです。こちらはですね、レディースフワテックライトウォームインサレーション、こちらも税込み1900円になっております。安い。これはね、フワテックの先ほどのスカートと同じ、軽量で暖かい素材なんですが、こちらのスカートよりも比べて中綿がふんわりと、もうちょっとしっかりと入っている感じ、柔らかい素材な感じ、柔らかくて、うん、そうそう、あったかそうな感じがしますね。で袖の方はちょっと絞るようなデザインになってます。でこちらもフワテックなので、保温、軽量、耐久撥水、防音、ストレッチ、ポケットブル、アイロン不要のイージーゲア、 UV カット、サスティナブルと同じような、機能がついているということですね。見た目のデザインは至ってシンプルで、まあ、これブラウンの他に、あとね、カーキみたいな色が出てるのかな、結構カタログでも大きく取り扱われている新作になります。まだ確か売ってなかったような気がします。でここボタンでポチポチポチとスナップボタンを外して、そしてさらに中にファスナーもついてるので、結構ね、風も通しにくくていいんじゃないかなと思います。ちょっとじゃあ実際に着てみたいと思います。
はい、こちらも L サイズを着用してみました。そんなに大きすぎる感じではない感じのジャケットですね。特にまあ中にでもモコモコの結構ニットを着ていても普通にシュッと着られる感じはあるし、そんなに肩のところがね苦しいっていう感じでもないかな。ただ丈感は結構ジャストな感じなので、下に大きめのニットを着ているとちょっと裾が出るぐらいのコンパクトな感じに仕上がっているという感じですね。で中がねやっぱフワテックのこのなんかメッシュみたいな感じでふわふわとしてね、本当に肌触りが良くなってます。あ、こんなところにワークマンならではの大容量ポケット発見、ここにねありますね。でちょっと前も閉めてみましょう。前を閉じて着てみるとこういう感じですね。もうごくごく本当にシンプルなデザイン。あとですね、ポケットがやっぱりいろんなところについていて、横サイド何もないこうシュッと入るタイプのポケットであるとか、あとここですね、ここ胸元のところにファスナー付きのポケット、あとこちら側にここにもね、斜めに大きくファスナーのポケットが付いてます。ここね、でここはギュギュギュッと押し込むとやはりこちらもポケッタブルになる仕様になってます。で今期のねもうほんとワークマンはいっぱいポケットをつけて、まあ、その働くなんだろうママさんであるとかいろいろね働く人のためにもう大容量にポケットをつけていくっていうのをなんかもうね会社の方針としてやっていくみたいなんで、いろんなところにポケットがついてるのは確かにねすごい使いやすくていいかなというふうに思います。暑い、これだけ着てるとさすがに暑い。でやっぱ前を閉めてしまうと かなりね特に下に黒いスカートなんか履いてるとなんとなくもう暗い感じに見えてしまうので、あえて例えば下にとかもうちょっと明るい色のねスカートを持ってくるとか、あと首元にねなんかストールとか明るい色のストールとかなんかファーのティペットみたいなものをつけるとより可愛く着られるんじゃないかなという感じです。なんかちょうど秋から冬に変わるぐらいの時期ってあんまりモコモコの着てもまだちょっと暑いし、かといって薄手のトレンチとかだと寒いしみたいな時に1枚このねふんわりほんと中綿が入って、まあ、ちょうどそんなにモコモコにも見えないしいかにも冬っていう感じもしない感じの微妙な季節に着るにはなんかすごくジャストなアウターになるんじゃないかなって思いますね。限定で発売されるいわゆる一般的な路面店のワークマンとかショッピングモールの中のワークマンでは発売されない、ワークマンシューズ限定のワークマンが作ったシューズね、可愛いレディースのシューズあるんでパパッと紹介したいと思います。まずこちらです。こちらがですねタッセルモカシンシューズで価格が1900円です。でワークマンでこれは作っている商品になっていて結構ね高級感あるんですよね。で後ろがこんな感じ、ヒールはほとんどないぺったんこな感じなんですが、結構生地感がすごく高級感あるなっていう感じ で内側もねここねなんかねふわふわフェルト生地でもないこういうのなんだっけ、スウェット生地みたいな中にふんわり中綿が入っていてすごい合わせやすいし動きやすい感じがしますね。でこれはワークマンで作ってるんですが、ワークマンが他の会社から作って仕入れてる商品っていうのをモカシンシューズがあって、それはね中がねモコモコボアみたいになっていて、それは路面店のワークマンとかでも購入できるタイプがあります。これはワークマンシューズ限定のシューズになります。こちらですね、こちらショートタイプの、こちら商品名がムートン風ブーツベリーローで、こちらもワークマンシューズ限定1900円です。これもかなりねモコモコ入ってるし、ショート丈がまたかなりねこんな今ショート丈あれですかね流行りなんですかね、これぐらいもね可愛い履きやすそうだなと思うし、靴底もねかなりねしっかり作られている感じですね。結構この手のムートンブーツだと結構値段が安い分底がすごいスリッパみたいなんだったりするんですが、これかなりしっかりしてますね。でワークマンの路面店にも実はこういうムートン系のブーツが今年入ってるんですが、それはやっぱり他の会社が作ってるやつで、なんとなく見た感じですがこのワークマンシューズで発売されるものよりも若干靴底がね薄い感じがしました、路面店で売ってるのはね。まあでもね値段も確かでも1900円ぐらいだったかな、まだ手に入りやすいっていう点で言うと多分その路面店で買えるやつの方がいいし、でもできればこっちのワークマンシューズのものの方が なんとなくちゃんしっかりね靴底とかは厚みもあるしいい感じはします。これもすごい合わせやすそう。はい、あ
とこちらのパンプスですね、こちらのスウェード調のアクティブスウェード調パンプス2480円です。こちらもワークマンシューズ限定のシューズで、これね、走れるパンプスみたいな感じで、中敷きがもうとにかくもっちもっちもっちもちしております。でしっかり密着するように、ここがねゴムでギュッてなるような感じになっていて、まあ、スウェード調なので、これからね秋冬シーズンに向けても可愛い感じじゃないでしょうか。でこれは多分ヒールかなり低いですね、何センチぐらいだろう、2センチぐらい、2、3センチぐらいの、3センチもないね、2センチぐらいのヒールかなっていう感じになっております。あとこちらもワークマンシューズ限定のシューズなんですが、こんなねバレーシューズみたいなのもワークマンから出るとは。こちらはゴムストラップバレーシューズ、安いですよ、1680円になってます。これどうだろう、私履きこなせる自信がないんだけども、何、こういうの今何流行りなの、わかんないけど、この辺のね、こことかね、すごい可愛らしい感じで、でもなんかちょっとね、履き方とかネットで調べてうまく履きこなせるようにやりたいです。でワークマンシューズは今東京だったら池袋のサンシャインにあって、大阪だったら、難波シティの中にありますので、よかったらお近くの店舗にね行ってみてください。はい、で今日みたいなスタイルだったらね、こんな感じのモカシンシューズとか合わせてもらうとすごくね、秋らしい感じになると思うし、あとはねこういうムートンブーツ、なんかムートンブーツの方がしっくりくるかな、ムートンブーツなんかは合わせてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は2022年秋冬ワークマンのレディースの新商品をいろいろとご紹介いたしました。今日紹介したの何気に全部オール1900円で、値段も安くなってますので、これからね、もちろん見た目が可愛いだけじゃなくて機能性もあるのがワークマンのいいところですので、ぜひですねワークマンでゲットしてみてください。私のチャンネルではこのようにワークマンに関するウェアとかね、あと店内レポとかね、店内レポぜひ面白いんで見てみてください。あとねキャンプに関することも発信しております。今回の動画が良かったなという方はぜひいいねボタンをチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他、ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。